ちょっとでもなんか自己理解とか自分自身知るとか価値観見つけるとか価値観洗い出しとかなんか本を読んだことあるとか YouTube 見たことあるとかちょっとテスト診断テストとかプロファイリングちょっとでも受けたことあるよって方いらっしゃいますかなんなら教えてたりする場合があります。で、こっからが大事なのは <music> きっとそれはそれで素晴らしいんですけど、さらに深掘りをしたいんですね。で、ちょっとここでクイズなんですけど、むちゃくちゃ私がおすすめの本があります。脳の外側で考える。もうむちゃくちゃ大好きで、まあ、聖書のように私はもうこれをしたいんですけど、書いた人は、ニューヨークタイムズとかで記事を書いてる方です。で出身はイエール大学とコロンビア大学でジャーナリズムの大学に出られた、まあ、劣気としたサイエンティストジャーナリストですね。科学ジャーナリストの人が言ってます。なんか心理学者ではないです。 ここでこの人も面白かったのは、ウォール街。まあ要は世界の株の中心ですね。ウォール街でトレーダーですね。株で成功してる人ですね。要は次の株上がるか下がるか。ね。これが一時的なものではなく、長期的にこの株価の上げ下げをちゃんと言い当ててるトレーダー。要は成功してるトレーダーは、ここで言ってるのは、学歴があるとか、知識、経験があるとか、人脈があるとか、ではないらしいです。何によって決まってるか。 なんだと思います長期的に株価予測できてる人は頭がい,い、血の質が高い。じゃあなんだろうマインドセット。実はもっといい線ですけどもっとふわっとした感じじゃなく、客観的視点考えとかはね、自分を知ってるとか耐える力。そう、みんな観察とか考えちゃうんですよね。客観とか観察とか共感とかね、実は答えは内需要感覚。 例えば自分の内臓や筋力、骨の中、身体の感覚に研ぎ澄ませてる。まあ、脳で言うと頭皮質の部分ですかね。つまり、客観的とか分析的とか、そういう要素よりも身体感覚。もっと言えば、いけてるトレーダーは自分の脈の鼓動が大体わかるそうです。手を当てなくても。つまり内需容感覚が優れてる人は、世の中の流れを読んでるんですね。ただ儲けてるだけじゃなくて。 これぐらい内需要感覚。これ、心理学者とかスピリチャーの人が言ってんじゃないんですよ。ジャーナリストが言ってるんですよ。ニューヨークタイムズのジャーナリスト。もともとジャーナリストを2つ大学に出てるんで、多分、むちゃくちゃ客観的感覚。で、それをやってるうちに、あの、いつの間にかこの人は、このトレーダーの研究よりも、この内需要感覚の研究が面白いんじゃないかっていうことで、まあ、テッドでもね、話されてる、アニー・マーフィー・ポールさんっていう人なんですけど、で、わかります自分軸を内需要感覚、 よりも思考で優先すると浅いんですよ。これどうしても。 だから、なんとなく価値観を80個とか100個の中からベスト3とかベスト5選ぶと間違ってはないんだけど、心が動くほどじゃないんですよね。それよりは内需要感覚を研ぎ澄ました方が納得感がある自分塾が見つかる。私たち平本式やってるのはここなんですよ。内需要感覚の研ぎ澄ましなんですよ。なので、ま,あ、まだちょっと思考で考えちゃってる方は脳の外側で考えてください。 はい、脳の外がこれ、なんか、スピリチュアが言ってるんじゃなくて、 ジャーナリストが言ってる話なんで、科学的な根拠が、まあ、分厚い量にいっぱいありますんで、あの、難しいことしか書いてないんですけどね。<laughs> 内需要感覚、ぜひ、特に済ませてほしいんですね。で、ここでも書いてる内需要感覚って鍛えられるって話をしてるんですけど、まあ、すごく、私から言うと、まあ、内需要感覚鍛える技術は、まだ浅いなとはっきり思います。まあ、迷した方がいいとか、そういうレベルなんですけど、むちゃくちゃ私たちは、この20年かけて内需要感覚を鍛えるトレーニング こうずっとやり続けてきてきますで、まあ、別に自分はトレーダーになるわけじゃないし、トレーダーになるかどうかっていうよりは、世の中の市況がどう動くか、人がどう動くか、経済がどう丸るかばかりじゃなく、自分の関わる分野に関して、思考を超えて、脳を超えて感じる能力がある。まあ、ちょっと余談ですけどね、明日からちょっとあの、淡路島リトリートに行くんですけど、森の上にポツンと立つところやって、この森全体を五感を通して開く。 で、えー、感知するっていう練習を3日間明後日からしていくんですけどいかに脳の外側で考えるかなので徹底的に脳の外側で考える練習をしていきたいんですどうしたらいいの五感ですまさにここにも書いてありますね網膜視覚ですね聴覚そして味覚そして嗅覚といった外の世界からの情報を受け取るセンサーえー、そして体内のセンサーえこういうのをもっと活性化させていく なので思考分けにおいて徹底的に五感を研ぎ澄まして脳の外側で考えていくそしてもっとねしっかりとこの内需感覚を研ぎ澄ましたいって方はリーダーシップコース3ヶ月コースである意味でね内需感覚トレーニングコース1日研修したらこの講座分元とが大事きます <laughs>